こんにちは。時計ナビ。今週も始まりました。まずはコメンテーターご紹介します。北海道大学の平本先生とハッピーアローの森さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、畑中さん。今週のテーマなんでしょうか。はい。今週のテーマはオフィスについてです。オフィス。はい。コロナ禍で在宅勤務も増えてきましたので、オフィスのあり方というのも見直されているんですよね。先生。東京なんかではもう大手企業はもうねオフィス手放すなんていうほどもありましたけども、この辺りいかがでしょう。ええ、あの何て言うんでしょうか。 実はいらなかったっていうことが、うん、まあこの一連のテレワークの中で分かってきたっていう側面と、うんうん、でもオフィスがないとできない仕事っていうのもあるっていう側面と両方の中でまあこういった若干の縮小が起こっているってことかと思います森さんいかがですか、はい、私もあの場所としては借りてたんですけどやっぱりコロナでオフィスを,、はい、ィスをコロナで行かなくていいっていうのだったら、はい、あこれはずっと使わないなと思って、まあ、共同オフィスに変えたりしてますなるほどあじゃあもうまさにオフィスいらない派。はいいらない派ですあ そうですか、はい、やっぱ結構こう、ね、意見がまずはそのコロナ禍でオフィスができる工夫について取材してきました。はい